ニーハオ、リュウハ渡辺です。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。宇土市生まれの方、活発で自由奔放、明るく社交的な性格です。2024年9月は男女関係に悩みが多くなる時期で、エネルギッシュで楽観的なあなたも普段のように困難を乗り越える力を発揮しづらいかもしれません。短期で無謀な一面が恋愛関係に悪影響を及ぼす可能性があるため、この月は特に冷静さを保ち慎重な判断が重要です。人間関係において試練が訪れる時期ですが、自分の気持ちを見つめ直し誠実なコミュニケーションを心がけることで関係の改善が期待できます。この月にあなたに訪れる気は風来液です。液とは利益や増加を意味し、良いことが訪れる予兆を示しています。この気は液境の中でも最も良い意味を持つ気の一つであり、積極的に行動することが吉とされる時期です。液境には大河を渡るによろしとあるように、今月は挑戦や冒険を恐れずに進むべき時です。しかし利益が増すほどに周囲からの嫉妬や敵意を受ける可能性も高まります。そのため成功を手にした時こそ謙虚さを忘れずに行動することが重要です。謙虚さと誠実さを持って周囲との調和を保ちながら前進することで、さらなる成功と幸運を手にすることができるでしょう。馬年生まれの方にとって2024年9月は非常に幸運な月となります。活発で自由奔放な性格のあなたにはこの時期が何をするにも最適なタイミングです。エネルギッシュで楽観的な性格がこの星運期において大いに役立ち、日常の活動においても積極的に取り組むことができるでしょう。あなたの持つ行動力と明るい性格は周囲からの支援や協力を引き寄せる力となり、計画を実現するための大きな助けとなります。普段から目標を明確に持ち意識的に行動している方にとって、この9月はその目標達成に向けて大きな前進を遂げる絶好の機会です。自信を持って積極的に行動し、あらゆるチャンスを逃さないようにしましょう。この星運期を最大限に活用することで納得のいく結果を得られる可能性が非常に高まります。一方で、これまで目標や目的をあまり明確に意識してこなかった方にとっても、この9月は大きな転機となるでしょう。自分の人生において何を成し遂げたいのか、どのような道を歩みたいのかを考える絶好のタイミングです。この機会にしっかりと自己分析を行い、心から望むことや実現したい目標を見つけ出しましょう。目標が定まったら、それに向けて一歩一歩努力を重ねることが重要です。この時期に目標を見つけ、それに向かって努力を続けることで、運気はさらに高まるでしょう。ただし、順調な運勢に浮かれて油断すると、好機はあっという間に過ぎ去ってしまうこともあります。たとえ物事がうまく進んでいるように見えても、慎重さと謙虚さを忘れないようにしましょう。調子に乗ることなく、着実に行動することで、この星運気の恩恵を長く享受することができるでしょう。また、他者への配慮や感謝の気持ちを持ち続けることも運気を維持するために重要です。さらにこの9月は新しい人間関係の形成にも適した時期です。積極的に交流を持ち、あなたの魅力を十分に発揮することで素晴らしい縁が生まれる可能性があります。特にあなたのエネルギーに引き寄せられる人々との関わりが今後の人生において重要な役割を果たすことになるでしょう。仕事やプライベートでの交流を大切にし、相手の話に耳を傾け共感する姿勢を持つことで深い信頼関係を築くことができます。最後に健康面にも注意を払いましょう。星運な時期にはつい無理をしがちですが、体調管理を怠らないようにしてください。特に忙しい日々が続く中でもしっかりと休息をとることが重要です。心身ともに健康であることで運気をさらに引き寄せ、より充実した日々を送ることができるでしょう。このように馬年生まれの方にとって2024年9月は多くのチャンスと可能性に満ちた月です。自分自身の力を信じて前向きに行動することで素晴らしい成果を手にすることができるでしょう。運気を味方にしながら未来に向けて力強く進んでいきましょう。